皆さん、こんにちは。イスタースイムです。今回は基本的な囲いである矢倉囲いについて解説をしていきます。実際の対局例を見ながら説明していきます。このソフトは将棋坊主というソフトですね。とても有名でいろんな人が使っております。プロ棋士も使っています。では、説明していきます。先手2六歩。後手3四歩。先手2五歩。後手3三角。これは見た通り、居飛車で攻めていく形ですね。先手居飛車で攻めていき、後手が角で攻めを防いでおります。で、角筋開けて、角筋塞ぐ。その後銀が上がって、金上がって、歩上がって、金上がり、銀上がり。一旦銀がこっち経由したんでね、少し手間かかってますけど、このまま矢倉の流れですね。で、矢倉は以前の動画で説明したことがあるんですけれども、上からの攻めにとても強いです。居飛車で、この筋、2筋ですね。攻めてくるときに対して、ここの防御がとても硬いので、居飛車対策としては、矢倉は抜群に硬いですね。続きを見ていきます。ここまでで矢倉囲い、さらに玉が入ったっていうことで、入玉、ここに、まあ、囲いの中に入って、安牌ですね。で、矢倉囲いの少しデメリットというのが、囲いに金2枚、銀、角を使ってしまって4枚一気に集めているので、ガードはかなり硬いんですけれども、まあ、その反面、攻めに使うものが、飛車、銀、あとは、まあ、桂馬とかありますけれども、少しちょっと攻めが寂しいっていうのがデメリットですね。で、対するこちら先手は、飛車で今ここ狙ってるんだけれども、まあ、飛車1枚だと、歩1枚だと全然攻めきれないので、まあ、この先銀がこうどう行くか、で、それから角もここをどう狙っていくかっていうのがポイントですね。で、ここで角筋が今開きましたので、ここからも狙いを定めてますね。で、矢倉としては、まあ、これは人それぞれなんだけれども、角筋を嫌がって下がる人もいます。ここを角筋何か、ここら辺でトラブル、戦いになると、まあ、ここの角が玉に対して睨みを利かせているのが嫌で、一歩下がるっていう人もいますね。では、後手も、居飛車ですね、どうやら。居飛車で、矢倉、居飛車矢倉で、で、こちら先手は、居飛車の、まだ矢倉には行かないで、どうやって受けるか、ここはちょっと見ものですね。角で一旦受けました。で、飛車と歩、これだけに関して言えば、1枚2枚で攻めてこようとしても、こっちは風格があるので、1枚2枚で、2対2なので、今のところ先に仕掛けた方が負けます。風が出たら、歩で取り返して、まあ、飛車が取って、角が手で取ってで、戦う枚数が同じなのでね、先に仕掛けた方が負けるので、ここは今、膠着状態ですね。で、続き見ます。で、風上げた、風上げた。で、歩が、あれ上がってんな。で、これ完全に、損してますね。多分、後手のミスかなというふうに思います。
で、角、今、銀下げて角筋が上がってっていうのが、まあ本来よくあるパターンで、ここの、まあ角筋を利かせておくと、3枚になるわけですね。歩と飛車と角で3枚。で、こっちが歩、角で2枚なんで、3対2なんで、先に先手で仕掛けていっても、後手が先にね、攻撃を仕掛けていっても、これは勝てるので、先上げとくべきだったんですけど、多分ね、この後手は、順番間違えたかなっていうふうに思います。で、今、銀下げて角利かせました。で、桂馬上がりました。これ一つ、まあ私からすれば、先手のミス1です。後手がまず、ここで、角利かせないまま先に攻めちゃったっていうので、まず歩1枚損します。で、慌てて後手が銀下げて角筋を利かせてきた。で、ここで今、1枚、飛車1枚、角1枚が、ここの駒を狙ってるんで、で、金がガードに入っていれば、これに対して1、2、3枚で、まあ3対2で攻められても全然余裕なんだけれども、なぜかこれ先手が、桂馬上がってしまってますね。で、これによって隙が出て角が入り込んできました。で、2対2で、今いい勝負になってるのかな？で、取られてしまいますと。だから先に金をさっき、桂馬のところを上がる前に、金を上がってれば、ここはしっかり防げたんですけれども、金上がる前に先に攻撃しようと、ちょっと桂馬を欲張ったかなと。まだ自分の陣地、自陣の守りが出来上がってないのに、桂馬を上げてしまったっていうのは、ミスですね。で、ここでまあ、飛車前に出てきてね、角と交換っていう形が割とあります。実戦でも。で、これ歩でガードして、横に行きましたね。これも結構頑張ったっていうか、攻めた形かなと思いますね。飛車下がるっていう人が大体多いと思うんだけども。で、その後金。まあ、これは今、銀が狙われてるんで、金が上がったということでしょう。まあ、もう一つは、こっちが上がるっていうのもありますね。こっちの金が上がって、ここに銀、金、金で、がっちりここの左側を固めるっていうのもあります。で、今、こっち先手が選んだのは、左の金が上がる。で、飛車が、下がりました。で、角の打ち込み。ここが結構厳しい打ち込みですね。これはまあ、飛車側を狙っていて、なおかつ、ここ、角は1個進んだり、2個進んだりすると、なることができるんで、馬になれますので、まあ、飛車狙いつつ、飛車が逃げたら、馬になっちゃおうかなっていう作戦ですね。おそらくそういう手ですね。まあ、この受け方としては、まあ、飛車がここに行くっていうのもあるけれども、難しいかな。まあ、成り込まれてしまうんでね。あえて飛車を捨てるっていう作戦もなくもないかなと。で、実際が、飛車が一気に成り込んできましたね。でも飛車と金なんで、まあ、ちょっと後手が駒損ですね。先手駒得、後手駒損。飛車と金で価値が違うので、まあ、大駒である飛車を金と変えちゃったっていうのは、ちょっと不利かなと思いますね。で、ここで、後手も厳しく角の打ち込みが来ましたね。敵陣深くですね、ここ。先手の陣地深くに打ちました。これなかなかね、逃げ方が、難しいですね。どう逃げるかですね。先手は、飛車を前に逃げましたね。これ下がるっていうのも手ですね。下がって角に対して圧力を効かせるというのも手ですね。
おー、そう来たか。まあ、後手今、ここ金打ってきたんだけれども、例えばここで戻って、なるっていうのも手ですね。で、金打ち込んできた。金で取る。角で取る。馬になる。まあ、ここら辺はちょっと、相手今、あれかな。どうなっても。角、ここ、まあ、慣れるんで、攻めは行きやすいけれども、難しいですね、この局面は。ただ、この馬が今、銀を取れるし、桂馬取れるっていう状態で、かなり厳しい位置にいますね。すごい、いい位置にいますね。で、ここ、桂馬取ってしまえば次、飛車狙いになるので、どう受けていくかということですね。で、金で受けました。これは、まあ、普通にいい手だなと思いますね。で、これは金で打ったことによって、銀と桂をカバーしている。で、なおかつ金自身は銀でカバーされていますので、しっかりガードがここ3枚で固まったかなと思いますね。で、後手が金打ち、王手して、よく逃げる。で、このままでは取られるので、金が取ることできるので、で、一旦下がったっていう状態でしょうか。で、ここまでは、まあ、銀と金がそれぞれね、お互いに、ブロックし合ってるので、ガードし合ってますね。まあ、銀が取られたら金が取る。金が取られたら銀が取れて、お互い効いているので、割かし硬いかなと思いますね。気になるのはこの角がいつ行くかっていうところですね。あ、今行きましたね。今行きました。で、この銀が今、タダ取り状態なんで、後手はどうするか。後手、この銀を無視して、見捨てて、そのまま、馬が移動して、攻めてきましたね。なるほど、なるほど。で、玉逃げる。なるほど。で、相手銀逃げると。まあ、今回はね、矢倉囲い実戦でどういうふうに使われるかという解説なので、まあ、序盤から中盤にかけて説明しましたので、残りの終盤はちょっと、さらっと流して、さらさらっと簡単に解説していきます。で、今見る限り、先手が居飛車で攻めていて、後手が居飛車の飛車を失って、攻めが主に角、なって馬で攻めていくという形ですね。先手を思い出してほしいんですけれども、まあ先手は、居飛車で矢倉は組まなかったっていうところで、矢倉をやっぱり組まなかったので、囲いがやんわりとふわふわした囲いだったので、攻められたらちょっとボロボロっと崩れちゃったかなという、そういう印象を受けます。で、後手に関して言えば、居飛車の飛車は失ったんですけれども、馬がうまく効いておりますね。いい位置で、嫌な位置でね、ちょっと、縦横無尽に効かせています。で、なおかつ、矢倉がしっかり硬いですね、やはり。ここ今、居飛車見る限りだと、飛車と歩しか攻められないんだよね。銀がちょっと上がっていけるかどうかっていうところで。で、なおかつちょっと桂馬もこれ動きが取りづらそうなので、どうかなと。このがっちりした矢倉囲いに対しての、攻めが難しいなと思いますね。やはり総合的に考えて、囲いはしっかり作っておくべきだなと思います。ふわふわっとした、なんとなくの囲いではなくて、しっかりがっちり組んだ方が、まあ、序盤中盤行って、戦いが始まった時に、がっちり組んでる方が強いですね。まあ、あとちょっとさらっと流します。
やはりね、やっぱ囲いしっかり組んでおくと、終盤までしっかり硬いなっていうのがありますね。逆に組んでおかないと、あっという間にボロボロっと崩れてしまうので。まあ、とはいってもこれ、なかなかいい勝負してんな。先手、入玉しましたね。あら。なるほどね。なるほど、なるほど。入玉すると硬いんですよね。将棋の駒って、桂馬だったり、香車だったり、歩だったり、前に進めるけど、もう戻れないっていう駒がありますから、前に向かって攻めるのは、将棋は、強いですけれども、もう後ろに対して攻めるって難しいんですよね。だから一旦入玉しちゃうと、もうそこで対局が膠着状態になるっていうのがよくあるパターンですね。で、これお互い入玉しちゃってますね。歩は前にしか進めない。香車と桂馬も前にしか進めないんで、もう一度入ってしまうと、入玉してしまうと、こっち、後ろに向かって進むっていうのができないんで、歩が例えばこう後ろに攻めていくってできないんで、で、桂馬も後ろに向かっていくっていうのができない。香車も後ろに下がれないんで、前へ前へと攻めていくって形になってしまうので、後ろにバックできる駒って、まあ、飛車角とか金銀とかあるんだけれども、まあ、枚数が少ないんで、結果的には入玉同士になってしまうと、まあ、ここら辺で大体もう、進まなくなってしまいますね。これ今、ここまでで先手が投了して終わりですね。ちょっと最後見てみますと、うっかりしちゃったらしいですね、これ。まあ、先手がうっかり、馬と玉を離した位置に置いて、後手が飛車打って、まあ、取って終わりですね。まあ、後手に飛車角、大駒全部持ってかれたって感じですね。駒数的には先手も結構あったので、まあお互い入玉したんでね、まあ実力的にはかなり近いと思いますね。ということでね、ちょっとおさらいします。最初から見ていくと、まあ居飛車の攻めに対しては矢倉囲いでガードするのがいいよっていう話。で、ここで矢倉しっかり組んでおくのが居飛車対策ではいいよっていう話ですね。で、玉は、まあ、ここら辺にいるよりも、囲いの中に入った方がいいよっていうことですね。そこまでが言えますね。で、なるべくなら囲いをしっかり作っておくのがいいと思いますね。まあ、今回の相手の、この後手の居飛車に対しての、先手の、このふんわりした囲いだと、結構食い破られちゃうので、破られてボロボロにされてしまうので、まあ、しっかり組んだ方がいいなと思いましたね。ここら辺で角という受けではなくて、銀って受けて、その後金が上がってくればね、矢倉を作り出すことはできたっていうふうに思いますね。まあ、ということで今回は、矢倉囲いの実践でどういうふうに組まれていくかっていうことですね。まあ、基本的にはもう、居飛車相手には、矢倉で組んでおくと、かなり硬くて強いです。対居飛車作戦としては、まあ、矢倉で防御する。それがおすすめです。まずは矢倉をマスターして、居飛車矢倉をマスターする。まあ、そこら辺までまずは、言ってない人は初心者ですね。まずそこら辺クリアして、理解したあたりで、まあ、初級者を名乗っていいと思いますね。以上、解説は将棋一級保持者、ミスタースイムでした。ありがとうございます。